19です。まあ、結局その両チームハンドリングラーは2桁なんですが、そうですね、17、これはちょっとまあ感染者も多いですけど、はい、17、17、まあ、ちょ11とちょっといただけないところですね。両チームともここは課題がありますね。で、まあ、この負けた札幌大学なんですが、またこのね、今シーズンの白星は出ることができませんでしたが、次に向けて村上さんからいただこうと思いますが、課題はね、ですね、はい、でもアタックを継続をしようとしているこのことはすごくよくわかる、はい、あとやっぱそのミスなく正確につなげるかどうかというですよね。これはもう本当にこう、はい、試合のトレーニングするしかないと思うので、そうですね、完成学園は非常に今日いい出来でしたから、このまま継続して、あと一つ勝てば、まあ、ほぼほぼ決まっていくと思いますよね。はい、摂南大学が次が大阪体育大学と、そして最終戦が近畿大学と、今日はお話があったんですが、入れ替え戦